日本神奈川県横須賀市木ヌヶ笠木ヌ笠とは、神奈川県横須賀市にある地名の一つ。協議には、横須賀市木ヌヶ笠町を指す。講義には、旧木ヌヶ笠村を指す。ここでは、講義の木ヌヶ笠について解説する。木ヌヶ笠は、三浦半島の中央部に位置する。講義の木ヌヶ笠に所属する、地域名は、安倍蔵、池上、大矢部、金谷、木ヌヶ笠、境町、 木ヌガ町、九号町、小矢部、平作、森崎の住地区である。市役所のある横須賀中央からは3キロほど離れている。国土情報ウェブマッピングシステム、横須賀木ヌガ地区の航空写真1988年撮影標高が低い山々が覆うため平地は平作川沿いの一部に限られる。平作川沿いの平野は古くから交通網が整備されていて、 現在も東西に県道27号線と JR 横須賀線が横切っている。県道27号線沿線には人家や商業施設が多い。絹ヶ笠駅周辺は特に商業活動が盛んである。絹ヶ笠商店街には全二式アーケードと片側式アーケードが設置されている。近年はマンションの建設も続いている。 また、キ笠ヶインターチェンジ付近にもロードサイド店舗が多く出店するようになった。給料部には、昭和中期以降から、京浜地域のベッドタウン化が進みたく地開発が行われている。ただ一部山林も残る。伊笠山一帯には、大正時代から桜が植樹されており、現在公園となっている。同公園は、桜の名所として知られ、毎年3月から4月上旬には、 木ヌガサ桜祭りが開催されて多くの人出がある。競技における木ヌガサである木ヌガサ町は宅地開発があまり進んでいない木ヌガサ山の山裾の地区である。そのためこの地を平安末期室町後期にかけて支配していた武士集団三浦等を忍ばせる遺跡がいくつか残る。なお、旧村名及び横須賀市の町名としての木ヌガサは 木ヌ笠と濁らずに読まれるが、横須賀線の木ヌ笠駅は木が笠と濁って読まれる。神奈川県立横須賀工業高校木が笠商店街、木が笠商店街金融施設公園、名所、宗教施設初夏の勝負園温泉施設。ありがとうございます。